さんこんにちは。皆さんこんにちは。サインです。ギエです。おお、ギエ先生の発音は綺麗ですね。ありがとうございます。よく周りの人からそう言われていますか？そうですね。結構友達、日本人からもそう言われました。はい。で、今日は日本語の発音。発音をテーマにしてギエ先生からの練習方法についていろいろ話していきたいと思います。イエーイ。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ギエ先生は日本語の勉強いつからでしょうか？それとどんなきっかけで始めたんですか？はい、そうですね。僕は2008年の8月頃から勉強をし始めました。で、高校を卒業したばかりの頃ですね。で、どうして、日本語を勉強したかというと、実はもともと父の会社は日系企業と連携して一緒に仕事をしたことがあります。もう将来僕も父に手伝いたいと思って、その時から日本へ留学することを決めました。ですから高校を卒業した後すぐ日本語を勉強し始めました。いろいろ長かったんですよね。はい、結構大変でした。で、今まで朝の授業で教えたんですが、はい、私から見るとベトナム人の学生が日本語を学んでいる時は、はい、あまり日本語の発音練習に力を入れなくて、はい、でこういうことは、普段のコミュニケーションにどんな影響を与えるかと思いますか？はい、そうですね。僕は日本でいろいろアルバイトや正社員の仕事も体験したことがありますが、やっぱりその中で、コミュニケーションっていうのはすごく大事だと分かりました。まずしっかり発音を練習しないと会話する自信がなくなりますね。そうですね。はい。で、自信がなくなったら会話ができなくなります。はい、会話ができなかったら日本語が上達できないと思いますよ。はい、会話って自分が勉強したものをアウトプットするっていう意味がありますが、でもやっぱり会話により新しいもの、新しい日本語、新しい知識を身につけるっていう意味もありますよ。はい、そしてですね、発音をしっかり練習しないと仕事をすると結構トラブルがあると思いますよ。はいはい、例えば僕の経験の中で、はい、アルバイトする時、はい、なんか発音をすごい悪かったんですよ。もう何回も仕事の時で会話して、で相手が全然自分の発音がわからないから、はい、で何回も説明して、はい、相手もイライラしちゃうんですよ。いつも「何言ってんのこの野郎、俺が時間がねえんだよ、忙しいのになんでお前に何度も説明しないといけないの?」ってみんな思っちゃうんですよ。はい、結構大変でした。怒っちゃうんですね、その時は。はい、そうです。ギエ先生は今のように綺麗に発音ができるためには多分、はい、たくさん練習したはずだと思いますが、はい、でいつから発音を練習しなきゃいけないと意識しましたか？そうですね、確かに日本へ来たばかりの頃でした。はい、僕が日本語学校に入って、その時、アルバイトをずっと探してたんですよ。その生活費と学費のためですね。でどこに電話してもなんか全然見つからなかったんです。なんでかというと、電話で話したらすぐ相手が自分が外国人だと分かって断ったんですよ。はい、でクラスメートの子からアルバイトの電話番号をもらったんですよ、韓国人の女の子で。同じところに私も電話して彼女も電話したんですが、で僕はダメでした。で彼女は受かったんですよ。はい、その時からすごいへこんだんですよ。はい、なんで彼女が受かったのに自分ができません。はい、でずっと考えて最後に分かったんだ。やっぱり韓国人だから発音はうまいですよ。はい、発音がうまいからどこに電話してもアルバイトが OK で、自分が発音が超下手でしたから電話しても、はい、やっぱり発音は大事だと分かって、はい、もうなんていうかな、すごい憎むぐらい、はい、この野郎俺が絶対仕事見つかるよって、うん、頑張って毎日その発音を練習して、はい、頑張りました。ああ、そういうことですね。はい。で、先生はどのようにして練習したか、皆さんに共有していただけないでしょうか。はい、はい、ぜひ今日話したいと思います。まず一番目のポイントは、はい、真似することです。はい、天先生、それしてますか？真似するということは、はい、多分シャドーイング。そうです。あ、はいはい、それシャドーイングです。はい、僕はもともと子供から、結構外国のドラマなど歌を聞いていました。はい、例えば中国、韓国ですね。はい、で、それを聞いて、いつもテレビの前でそれを真似しました。可愛いですね。子供の時はずっとそれをやって、いつの間にそれ癖になってしまいました。はい、多分癖じゃないと思いますよ。あ、そうですか。はい。とてもいい習慣だと思いますね。ありがとうございます。大人になってどんな外国語を勉強してもなんか自然に、はい、その外国のドラマなどアニメなど歌などを探して、はい、で真似しました。はい。例えば日本だったらずっとドラえもんのアニメを見て真似しました。はい、いいですね。2番目のポイントは、はい、みんなが思ってることなんですが、うん、外国語を話す時、ただ相手に言語を伝えればそれだけでいいと思っていて、僕の場合はちょっと違います。はい、僕は誰か話す時に必ず頭の中で意識して、必ず自分の綺麗な発音で言語を伝えないといけないです。はい、はい、そうしないと日本語が上達できないと思いますよ。じゃあポイントっていうのは、はい、まあただ自分の考えを相手に伝えることだけじゃなくて、はい、自分の発音で綺麗に伝えるということですね。はい、そうですね。はい、例えば挨拶する時、誰か会って、はい、で話す時、特にベトナム留学生の場合はですね、最初、はい、日本語を勉強したばかりの子なんですが、はい、いつも「はい、皆さんこんにちは、どうぞよろしくお願いします」いつもそう言って癖になってしまうんですよ。だから誰に会ってもなんかすぐ話して、でそれで終わりで、僕はちょっと違います。僕は誰かと話す時、必ず頭の中で「どうぞよろしくお願いします」はい、まあちょっと遅いんですが、はい、綺麗な発音でみんなに伝える。そうするとどんどん自分の日本語能力も上達できると思いますよ。はい、できるだけ日本人みたいに、はい、日本人らしく発音ができるように練習してますよね。はい、そうですね。はい、その意識はとっても大事です。いいですね。はい、では最後に、はい、今動画を見ている方々に何か言いたいことがありますか？はい、はい、そうですね。皆さん、今の社会で日本語の資格とっても大事だと分かってるんですが、はい、でもやっぱり資格のためばかりで勉強すると、いつかきっと飽きてしまうと思いますよ。はい、ですからもうちょっとなんていうかな、皆さん日本語の面白いところを見つけ出して楽しみながら勉強したらどうですか？はい、例えば僕の場合まあこれも一つのアドバイスなんですが、はい、例えば皆さん一番日本のお好きな俳優さんなど、はい、歌手、あと選手でもサッカーの選手でもいいと思うんですが、で皆さんの一番好きな人、一番尊敬できる人を探して、でその人の言うセリフなどを真似したらどうですか？はい、いつか誰かに、周りの人にその人似てるねと言われたら、きっとみんな嬉しいと思いますよ。嬉しいですよね。嬉しいですよね。はい、やっぱりで、まあもうその時点からきっと皆さんの日本語もう上達できたと思いますよ。はい、しっかり練習して綺麗な発音で頑張ってください、皆さん。皆さんどうですか？まあやっぱり学習方法というのは人によって違うものですが、はい、でも今日この動画で話していることはもし皆さんに参考になればいいなと思います。はい、また他の質問があればぜひコメント欄に書き込んでください。では、はい、今日はここで終わりしましょうか。はい、すいません。どうもありがとうございます。じゃあ皆さんまた次の動画を楽しんでくださいね。バイバイ。はい、バイバイ。じゃあね。ありがとうございました。ありがとうございます。